私この夏というか休みが取れたら南アフリカに行きたいんです。ちょっと野生を感じるというか、なんか自然とその野生動物を見てまた新しい何か感じることがあるかなと思って、南アフリカに行ってちょっとリラックスしながら楽しみたいなって思ってます。はい。